ある領域への第一歩を踏み出します。早いになるね。皆さんこんにちは、タスです。今日はトレビアの泉を見ます。トレビアの種は、強い追い風の中、ベン・ジョンソンが 100m 走るのに何秒かかりますか？私の時間わかんないが、ベン・ジョンソンより早い。もし動画が面白ければチャンネル登録といいねお願いします。じゃあ行きます。ベン・ジョンソンがすごい追い風で全力疾走すると 100m を秒で走る。ベン・ジョンソンまた来るの？また早くなることは間違いない、ま、間違いないですよ。どれぐらいですからね、どれぐらいの風？ベン・ジョンソンは世界の一番速い54キロぐらいですかね。あ、はい、だからどれぐらいだ、1割までいかないな。10秒だとしたら9秒5とかね。ということで、じゃあ見ていただきましょうか。こちらが確認の VTR です。あ、今じゃない、もう。ベン・ジョンソンといえば、1988年のソウルオリンピックで、当時の世界新記録、100m 9秒79で優勝。しかし、翌日ドーピングが判明し、金メダルを剥奪されたアスリートである。そして以前、動く歩道の上で 100m を走り、世界記録に挑戦したところ、10秒89という記録に終わってしまった。そんなベン・ジョンソンが強い追い風の中で全力疾走すると一体何秒かかるのか、実際にやってみた。もっと早いになる。舞台は世界室内陸上も行ったことのあるグリーンドーム前橋。そこに巨大送風機を運び込み、ベン一人のために借りたわけですからね。設置にあたっては、横浜国立大学空気力学の権威山田教授に協力していただいた。送風機を10メーター間隔に並べ、ゴールに向かって風を起こせば、常に空気の流れがスタートからゴールへの一方向になるので、速く走れるはずです。まずスターティングブロックの後ろに巨大送風機を置き、ロケットスタートに拍車をかける。そしてコースの両脇には10メートル間隔で合計18個の送風機を設置した。風速計で風の強さを測定したところ、スタートからゴールまで常に15メートルの追い風を作り出すことに成功。ちなみに風速15メートルとは、大型台風が上陸した際に吹くような風に向かって歩けないほどの強さである。へえ。こうして舞台は整った。1月某日、来たベン・ジョンソンの再来日。意外にね、荷物簡単に来るね。I should do much better. I mean, training very hard and lots of massage and stretching, so he should feel better. That's good. そしてベン・ジョンソン、競技場に到着。念入りにコースをチェックする。実際に送風機を動かし、追い風を体感。Well, should, yeah, all those fans, yeah. Should we do it? Should be good. Should be. いい顔してるな、今回は。Very great. 現在の世界記録はアメリカのモンゴメリが出した9秒78。9.70。目標タイムは9秒70と言い切ったベン・ジョンソン。かつて栄光の頂点を極めながら、たった一度の過ちで16年間苦渋を舐め続けた男ベン・ジョンソン。動くほどを 100m で平凡な記録に終わった屈辱を晴らすべく、今人類史上最速の称号に再び挑む。よし、頑張って。さあ、いよいよ追い風15メートルの中、男子100メートルが行われようとしています。ベン・ジョンソンは現在の世界記録9秒78を超え、世界の頂点に立つことができるのでしょうか。今、巨大装置の出現が入りました。
19台のマシンすべてフィニッシュラインに向かって風を送り続けます。その風速は平均15メートル。この風に乗れば100メートル9秒台前半も夢ではありません。いよいよ誰も到達したことのない未知なる領域への第一歩を踏み出します。早いになるね。今世界記録へのスタート、素晴らしいスタートです。風の力を借りてぐん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 伸びていきます。全くペースが落ちない。すごい、さらに上がっている。ベンジョンソン速い、ベンジョンソン速い、ベンジョンソン今フィニッシュ。果たして注目のタイムは、世界記録9秒78を超えられたか。注目しましょう。今回はさあリプレイが出ました。風に乗ってロケットスタートを成功させたベン・ジョンソン、その後も風の力を借りて加速、ね、スピードを落ちるまま 100m を駆け抜けていきました。これがそのフィニッシュの瞬間です。ベン・ジョンソンは世界記録9秒78を超えることができたのか。果たして注目のタイムは。何でした、教えて。Very slow. What's that? 11 seconds? 前より遅くなってんやん。泣きそうな顔。呆然実質ですよ。もっとゆっくりになった。こうしてこの世界にまた一つ新たなトリビアが生まれた。ベン・ジョンソンが追い風15メートルで全力疾走すると100メートルを11秒で走る。悲しい結果に終わってしまった感じがしますけど、前より悪くなってるよね。そうですね、前回の動く歩道の場合は10秒89とでしょ、はい、それよりもさらに遅くなってしまった。だからレンジしてないんだろうですよね。でもちなみにですね、この来日直前のタイムは10秒50で、うん、でベンさんの体重が夏 95.5kg だったのが、うん、今回 84kg まで絞り込んで10kg も、はい、なんか走りが重いよね。まあでもこんな結果になってしまいましたけれども、はい、それではこれより、タムさんにこのトリビアの種から生まれた新しいトリビアがどのぐらい素晴らしいものだったかを評価していただきます。それではタモリさんにお聞きします。このトリビアの種、何分咲きでしょうか。はい、でもなぜ？わあ、かわいそう。悔しがりになったね。現実の世界の一番速い人は誰かな？ユセイン・ボルトでしょ？ジャメイカ出身でしょ？ベンジョンソンの気がどうですか？現在61歳。Seems he's coaching now. じゃあ、よかったね。Good for him. もっとトレビアの泉を見たい方はこちらです。私のメンバーシップかパトロンというサービスに参加して私をサポートしてくださいね。じゃあまた見てね。バイバーイ。